まあ、都内の都心の温泉があってさ、うんはい、そこ行ったんすよ雨の中露天風呂入ろうと思ってそしたら、まあ、雨の中の露天とかさ、うん、俺好きなんですよもういてないの風呂の上にそいや俺はついてないイメージだって俺<ー>初めて行ったんだけどね、はい、でもうずぶ濡れになりながら入りたいイメージでさ行ったらさ、えーまあ、屋根はついてたんだけどまっ、あ、て コンパクトで、まあ都心だからそんなにお風呂の数も多くなくてさ、スーパー銭湯っていうよりも、昔ながらの銭湯みたいな場所だったんだけど、もうすごい大人気で、やっぱ安いからそこ。で、全然露店開かなくてさ、ずっと雨の中こう端で待ってたんだけど、全然開かなくて、風邪引きました。 これあのみんな不思議に思うと思うんですけど、相葉さん、そういう時ってなんかこう変装していくんですかあのー、その時は変装というか、タオルあるでしょ、はい、タオルを、ええ、かけるわけ頭の上から。はい、で、なんつーのちびまる子ちゃんの髪型みたいになるじゃん、タオルで。はい、白いタオルで。わ、うん、かるでしょ<笑><笑>うんうんうん。はい、ね、こう、パサってなって、はい、目まで隠れてるから。ええええ まあ、バレないですよ。バレたことないんですよ、ね。<laughs> ちょっと変わった。<laughs> バレないけど変わった客ではありますよね。<laughs> うん、そうですね。目までだって、<laughs> 普通腰に巻くよね。もう下は一切フルオープン。<laughs> <laughs> <laughs> 下フルオープンですよ、<laughs> れもうどっち隠すよって言ったらもうね、うん、上隠したいなと思って。だから、それでずっと外で待ってたんだけど、全然開かなくてさ。<laughs> 寒かったね。 まあ、都内の都心の温泉があってさ、うんはい、そこ行ったんすよ雨の中露天風呂入ろうと思ってはい、はい、ただそしたら、まあ、雨の中の露天とかさ、うん、俺好きなんですよもう家に屋根とかついてないの風呂の上にいや俺はついてないイメージあーだって俺初めて行ったんだけどね、はい、でもうずぶ濡れになりながら入りたいイメージでさ、えー、で行ったらさ、えーまあ、屋根はついてたんだけど、まあ コンパクトで、まあ都心だからそんなにお風呂の数も多くなくてさ、スーパー銭湯っていうよりも、昔ながらの銭湯みたいな場所だったんだけど、もうすごい大人気で、やっぱ安いからそこ。で、全然露店開かなくてさ、ずっと雨の中こう端で待ってたんだけど、全然開かなくて、風邪ひきました。 これあの、みんな不思議に思うと思うんですけど、相葉さんそういう時ってなんかこう変装していくんですかあのー、その時は変装というかタオルあるでしょはい。タオルを、ええ、かけるわけ頭の上から。はい、で、なんつうのええ。ちびまる子ちゃんの髪型みたいになるじゃん、タオルで。はい、白いタオルで。わかるでしょ <laughs> <laughs> うんうんうん。はい。ね、こうパサってなって、はい、目まで隠れてるから、ええ まあ、バレないんですよ。バレたことないんですよ。ちょっと変わった。バレないけど変わった客ではありますよね。そうですね。目までだって、普通腰に巻くよね。もう下は一切。風呂オープンで。温泉があってさ。はい。そこ行ったんすよ。雨の中。露天風呂入ろうと思って。はいはい。ただそしたら、雨の中の露天とかさ、うん。俺好きなんですよ。もう、家に屋根とかついてないの風呂の上に。 いや、俺はついてないイメージ。だって、あ、俺初めて行ったんだけどね。で、もう、ずぶ濡れになりながら入りたいイメージでさ、行ったらさ、まあ、屋根はついてたんだけど、まあ、コンパクトで、まあ、都心だからそんなにお風呂の数も多くなくてさ、スーパー銭湯っていうよりも、昔ながらの銭湯みたいな場所だったんだけど、もう、すごい大人気で、やっぱ安いからそこ。で 全然露天開かなくてさ、ええはい、ずっと雨の中こう端で待ってたんだけど、ええ、全然開かなくて、はいはい、風邪ひきました。これあのみんな不思議に思うと思うんですけど、相葉さんそういう時ってなんかこう変装していくんですかあのー、その時は変装というかタオルあるでしょ、はい、タオルをかけるわけ、はい、頭の上から。はい、で、なんつうの、ええ ちゃんの髪型みたいになるじゃんタオルで白いタオルでわかるでしょうんうんうんはいねこうパサってなって目まで隠れてるからまあバレないですよバレたことないでちょっとかわバレないけど変わった客ではありますよねそうです目までだって普通腰に巻くよねもう下は一切フルオープンフルオープンですそれどっち隠すっつったらもうね 上隠したいなと思って。<laughs> だから、それでずっと外で待ってたんだけど、<laughs> 全然開かなくてさ、<laughs> 寒かった、雨な <laughs> 俺、まあ、都内の都心の温泉があってさ、うん、そこ行ったんすよ。雨の中。露天風呂入ろうと思って。はいはい。ただそしたら、まあ、雨の中の露天とかさ、うん、俺好きなんですよ。もう、家に屋根とかついてないの風呂の上に。 いや、俺はついてないイメージ。だって、あ、俺初めて行ったんだけどね。で、もう、ずぶぬれになりながら入りたいイメージでさ、行ったらさ、まあ、屋根はついてたんだけど、まあ、コンパクトで、まあ、都心だからそんなにお風呂の数も多くなくてさ、スーパー銭湯っていうよりも、昔ながらの銭湯みたいな場所だったんだけど、もう、すごい大人気で、やっぱ安いからそこ。 全然露天開かなくてさ、ええはい、ずっと雨の中こう端で待ってたんだけど、ええ、全然開かなくて、風邪引きました。これあのみんな不思議に思うと思うんですけど、相葉さんそういう時ってなんかこう変装していくんですかあの